やっぱり集会所に戻ろう。え？黒沢さんを探してあげないんですか？そりゃ俺だって探しに行きたいさ。でも外はもう真っ暗だ。今から探したって見つからないどころか、二次遭難の危険すらある。それにこんな雨だし、夜が明けてからちゃんと探した方がいいんじゃないか。悔しいけど龍之介さんの言う通りです。仕方ないですね。すみません。どうして遠田さんが謝るの？匠くんのことで迷惑かけちゃったから。だからこんな状況なんだからしょうがねえよ。気にすんなって。はい。おかしいですね。園崎さん、どこへ行ったんでしょう？ちょっと見てきます。いいよ乙部、とりあえず中に入って待ってようぜ。でもまさかまた鬼隠しが。まさか。大体なんで園崎さんが。とにかく濡れた服を乾かしましょう。龍之介さんもほら、そのままだと風邪ひきますよ。ああだよな。どうしたんですか？いや、別に。Thank you.
この部屋ってほんと昭和だよな。龍之介さん、ひょっとして風邪でもひいたんじゃ？大丈夫ですか？龍之介さん、あ、悪い、そんなつもりじゃなかったんだけど。はい、いいんです。ごめん、考え事をしててつい。このまま、このまま朝までこうしてなきゃいけないんでしょうか？そういうことになるんだろうな。それが？なんだよ、言いたいことがあるなら言えよ。いえ、乙部くん。あ、はい。さっき警察にかけた電話、少しは繋がったんでしょ？どこまで話せたの？どこまでって、それは、その。そうですよね。警察が来たら、警察の車で帰ればいいんですよね。明日になったら僕たちここから出られるんですよね。そうよね。警察早く来るといいわよね。十和田さん、大丈夫か？十和田さん？平気です。十和田さん、本当に大丈夫？
ごい冷えてるじゃない。さっきの雨で。いえ、これくらい大したことないですから。構わないでください。本当平気ですから。とも大丈夫じゃねえよ。マジで風邪かもな。なんとかしないと。毛布でも出そうか。あ、毛布なら私が出しますから大丈夫。あっ、大丈夫か。自分でやりますから。全然大丈夫じゃなさそうじゃん。いいから座ってなよ。毛布一枚出すくらい俺だってできるからさ。いえ、いいんです。ん？十和田さん？自分でできますから大丈夫です。毛布はどこだろうな。毛布ってもしかして反対側じゃないですか。あ、そうですね。やっぱり毛布ありましたね。ええ、よかった。あんた、平気なのかよ。何がですか。ここ、ゴキブリが入ってた毛布。そんな、確かめもしないでくるまったりして、大丈夫なのかよ。オーバーだな。別に、それくらいで病気になったり、死んだりしませんよ。龍之介さんは虫が嫌いなんですね。足りねえだろ。ゴキブリが好きな人間なんてそうそういねえぞ。好きな人はいないだろうけど、相手は死んでるんですよ。関係ねえだろうが。ゴキブリはゴキブリだ。ゴキブリは一匹いるところには百匹いるって言うじゃねえか。ひょっとしたらその毛布
ゴキブリまみれかもしれねえぜ。もうそんなはずないでしょ、龍之介さんたら大げさです。大丈夫？お布団の方が暖かいんじゃないかしら。お布団出す？いいんです、これで。どうださん？これで十分ですから。どうした？音が。何も聞こえねえぜ。僕の気のせいかな。いいえ。確かに何か聞こえる。それに数は一つじゃない。聞こえるって？足音です。足音って誰の？窓、開けるぞ。待って、龍之介さん。荒川さん消えた。消えたって誰も見えねえんだよ。確かに足音がしてたのに。龍之介さん、窓を閉めてください。念のため鍵も。わかった。あと玄関の鍵も閉めた方がいいよな。ええ、お願いします。荒川、
ただいま。お帰りなさい。ったく、こんな状態で開けっぱなしかよ。いやあ、ずいぶん手間取っちまったよ。それは？見ての通りの巻物さ。そりゃ見ればわかりますけど。こいつを取りに西宮殿へ行ってたのさ。誰かさんの悲鳴を聞いて中途半端に出てきちまったからね。なんだい荒川、人の顔をジロジロ見て。いや、別に。なーに、おどおどしてるんだよ。今からあんたのこと、乙部二号って呼ぶよ。なんで俺が乙部に。すみません。ちょいとあんた。はい。あんた、そんな臭い毛布よくかぶってられるね。遠和田さん、さっきまではすごく具合が悪くて震えていたんです。あんた、一人でそんなとこいないで、こっちにおいでよ。そこは隙間風があって寒いだろ。いえ、私はここでいいんです。ここで。その臭い毛布のことは気にしないからさ、こっち来なよ。大丈夫です。だからここでいいです。まだ具合が悪いのかい？あんた、そこに何を隠してるんだい？そこ、ちょいとどいてみな。いえ、ここは別に何も。いいから、どいてみな。そうかい、そういうことかい。
いおい、園崎さん、あんた一体。園崎さん、何してるんですか。私の予想が正しければ、ここに十和田が隠しているものがあるはずなんだ。園崎さん、何もないですよ。どうしたんですか。あんたたち驚くんじゃないよ。驚くなって言われても見てみなきゃわかんないですよ。今度はどんなゴキブリの山かな。これは一体。手だけじゃ誰だかわかんないよね。嘘だろ。無駄だよ。そいつはとうに死んでるよ。死？なんでこいつが？そんな、タクミ君がどうして？なんで？ちょっといいですか。十和田さん、おかしいですよ、こんなの。乙女、鳥居のところでいなくなったって言ってたじゃないですか。なのに、なのにどうしてこんなところに。そんなの誰かが運んだに決まってるじゃないか。
でも、いつそんなことを。それは、俺たちがいない間ってことじゃないか。だって、変じゃないですか。僕たち、悲鳴を聞いてすぐに鳥居のところへ行って、その後まっすぐここへ来たじゃないですか。そうですよね。じゃあ、一体いつこの人をここへ運んだんですか。だから、石段の上でぼやっとしてる間に、誰かがここへこいつの死体を運び込んだってことだろ。だからそれがおかしいんですよ。神社の境内には石段のところから入ってくる以外入れませんよね。ここの周りは崖ですよね。じゃあどうやったって言うんだよ。反論するのは結構だが、自分でちゃんと仮説を立ててみろよな。それができたら苦労しませんよ。でも乙部君の言う通り、ちょっと変ですね。犯人はどうしてこんなところに死体をしまったんでしょう。死体を隠すためなら、それこそ裏の林の中にでも放り込んでしまえばよかったんじゃないでしょうか。龍之介さん、あそこ。え、あれ、龍之介さんの携帯じゃないですか。どうしてあんなところにあったんでしょう。ああ、それは俺が置いたんだ。別に犯人の仕業じゃないよ。俺があそこに置いておいたんだ。サンキュー。どうした。置いておいたってどうしてですか。え、いや、さっき乙部みたいに俺もケツのポケットから落としそうになってさ、どうせ繋がらないならと思ってそこに。それっておかしくないですか。え、だって乙部君の携帯はボロボロに壊されてたのに、どうして龍之介さんの携帯は壊されていないんですか。それはなんでだろうな。繋がらないからじゃないか。おかしいですよ。乙部君の携帯だって電池切れで使い物になりませんでした。黒沢さんを殺した犯人は死体を運び込むためにこの集会所へ来たんでしょ。もし同一犯なんだとしたら、なぜ犯人は乙部君の携帯を壊して龍之介さんの携帯は見逃したんでしょう。それは、俺の携帯は繋がらなくて、乙部の携帯は電池はなくとも繋がる可能性はある。二つの携帯の命運を分けたのはこの事実だけだよな。だとすれば、どうして犯人はそのことを知ってたんでしょうね。確かに、誰の携帯がつながって誰の携帯がつながらないかなんて普通わかんないよな。ここに置いてあるのを見つけてたまたまアンテナが立ってなかったとしても、ちょっと場所を動けばつながる可能性だってある。つまりそれってたたりってことですか。
たりだって。違うんですか。だってお社様のたたりだから、どの携帯がつながってどれがつながらないかなんて全部お見通しってことじゃないですか。いや、そんなんじゃねえだろ。少なくとも別の可能性の方が高い。別の可能性？ああ、単純な話だ。俺たちのうちの誰かならその事実を間違いなく知ってる。ということは、少なくとも乙部の携帯を壊した犯人はこの中にいるってことだ。そうね、その可能性を考える方が自然ですよね。でもそうとは限らないんじゃないですか。黒沢さんと十和田さんが襲われている時、僕たちは全員西宮殿にいたじゃないですか。ということは、誰か別の人間が僕の携帯を壊して黒沢さんたちを襲って。お前、自分が言ってることが分かってるのかよ。分かってますよ。だから誰か別の人間が携帯を壊して黒沢さんたちを襲って。乙部君、落ち着いて。だって十和田さんが黒沢さんを殺すわけないし、そうなったら一番怪しいのは僕ってことになるじゃないですか。冗談じゃない、犯人は僕じゃないですよ。誰もあなたなんて言ってないわ。でしょ。だから落ち着いて。龍之介さんはあなたを疑ってるわけじゃないの。そんなこと言ったら私も疑いの対象じゃない？ですよね、龍之介さん。ああ。ともかく、今起きていることを整理するとこうだ。携帯が壊されて外との連絡は取れなくなり、同時にこの村から出るための車も消えた。そして黒沢が殺された。これらを全部総合すると、俺たちが辿ろうとしている運命は一つ、皆殺しだ。皆殺し。殺人犯だか雛見沢の亡霊だか知らないが、とにかく奴は俺らをここに閉じ込めて一人ずつ血祭りに上げていく気なんだよ。だから最初の一人は脅しで一発ここに放り込んだってわけだ。今頃はどっか近くで縮み上がっている俺たちを見てせせら笑っているかもしれないだろう。あ、悪い冗談はやめてくださいよ。そうですよ、龍之介さん、さすがにそこまでは。それじゃこれは一体どういうことなんだよ。荒川さんの言う通りかもしれないですよね。え？この村に足を踏み入れた人間は全員人を食い殺す死者の霊に取り憑かれて死んでしまうんですよ。最初は匠君、そして次は。やめてくださいよ、十和田様で。だってそうとしか考えられないでしょう。そうじゃなかったら誰が匠くんを殺したって言うんですか。
園崎さん。バカバカしいったらありゃしない。バカバカしい、そりゃどういう意味だよ。あんたたち、ミステリーだのオカルトだのっておかしな小説の読みすぎじゃないのかい。園崎さんよ、言っとくけど俺の中ではあんたが一番怪しいんだぜ。私が？ほー、大体なんでこんなところに着物姿でうろちょろしてるのか全然わかんねえし、日本刀持ってんのだって銃刀法違反でしょうが。それにそもそも園崎ミヨンってやつはな、20年前に死んでんだよ。で、何が言いたい？あんた、一体、何者なんだよ。何者も何も、最初に言ったじゃないか。私は園崎ミヨン。元ひなみ沢の住人だって。ふざけるな！死んだ人間が、どうしてこんなところをうろちょろしてんだ。私だったらこんな手の込んだことはしないさね。全員まとめて切り伏せる。こうやって一瞬でね。隠れて殺人をやるなんざ弱い者のやることだ。そんな相手なら私の敵じゃない。私とは何の関係もないね。園崎さん、確かに荒川さんの言う通り、ミヨンさんには不審なところがあります。僕も最初に会った時は信用できないと思った。最初に会った時、ミヨンさんと会ったのはこのすぐ近くです。僕、道に迷っていたんです。歩いても歩いても、どこにもたどり着かなくて、おまけに、どこへ行っても、足音が一つ、多く聞こえるような気がして。足音が、一つ余計に？はい。荒川さん？ああ、いや、それで？それで、ああ、話がちょっと逸れてしまいましたけど、それで僕、みんなとはぐれた上に、そんな足音まで聞いて、もうすっかり怖くなってしまって、どうすることもできず、ただ途方に暮れていたんです。そうしたら、ミヨンさんはいつの間にか近くに立っていて、親切にも僕をここまで連れてきてくれて。だからミヨンさんは悪い人じゃないと思うんです。人は見かけによらないですよ。ミ
きちゃん。確かに園崎さんは悪い人ではないのかもしれないけど、全ての犯罪が悪意やエゴが元で行われるわけではないですし、いい人だって人を殺さなければならない時はあると思いますから。園崎さんの素性は分かりませんけど、君の素性だって分からないんですよ乙部くん。君本当に友達とドライブでこんなところへ来たんですか？そうですよ。本当かしら？君本当に友達なんていたの？なんでそんなことを急に言い出すんですか？君の言葉が信じられない。理由としてはそれだけ。なんですかそれは。なんであなたにそんなこと言われなきゃいけないんですか？さあ、なんででしょうね。ちょっとした勘ってやつかな。そもそも友達とオカルトスポットにドライブ？悪いけど私には君がそういうことを好む人には見えない。そういうものに飛びつく人ってね、わかるの。それに友達のこと心配って言う割に、あなたは遠田さんと違ってあまり探すことに積極的じゃないよね。なんでなのかな。理由教えてよ。それは。僕だってみんなのこと心配ですよ。決めつけないでください。それにドライブは友達が言い出したんです。行き先は雛見沢がいいんじゃないかって。それじゃあ何人で来たの？それは3人です。3人ということはあなたを入れて4人よね。ちなみに男はあなた1人？いえ、もう1人です。女の子が2人で。じゃあダブルデートか。それなら一緒にいたのってあなたの彼女よね。心配じゃないの？もしかしたらたたりで取り殺されているかもしれないのに。だから心配してるって言ってるじゃないですか。それに一緒にいたのは彼女じゃないです。一緒にいたやつも友達です。乙部くん、あなた何を隠しているの？少なくとも普通の学生さんじゃないんじゃない？僕は何も隠してなんか。僕はただの大学生ですよ。僕のどこが変だって言うんですか？だいたいそういうあなたこそどうなんですか？私？あなただってフリーライターになんか見えないですよ。そう？じゃあどこが？どの辺が？私にも分かるように教えてほしいな。ねえ龍之介さん。
まあいいか。疑い出したらキリがないですよね。そうだな。とにかく変にお互いを疑っていてもしょうがないでしょ。みんなで固まっていれば誰も手出せないと思いますし。まあその通りだよね。朝までここから動かなければ大丈夫ですよ。5人でいれば怖いものなんてないです。6人だろ。え？1人は死んでるけどな。これはたたりなんですよ。きっとたたりなんです。たたり？何のたたりって言うんだよ。龍之介さん、落ち着いてください。園崎さんよ、あんたこの村の住人なんだろ。なんか知ってんなら教えてくれよ。そういや、お社様にはその使いがいたって話聞いたことがあるよ。生贄になるやつを選び出してそいつのもとにやってくるってね。奇妙な足音とともにその相手の背後からすっと現れる。それじゃひょっとしてあんたがそのお社様の使いってやつ？なわけないだろう！もちろん私が知っていることはいろいろとあるさ。でもね、今ここで起きている殺人事件ごっこは私とは無関係。もちろんお社様とも無関係さ。大体ね、お社様のたたりってのはこんなチャッチーもんじゃないんだよ。どきな。え？どきなって言ってるんだ。まず聞くけど、どうして犯人はこの死体をここへ運び込んだんだろうね。そりゃさっきから言ってるように脅し。それが思考停止って言うんだよ。もう少しよく考えてみな。そんなの、わかるわけないじゃないですか。じゃあ、私の推論を言ってみるとさ、こいつの死体は、運び込まれたんじゃなくて、
ずっとここにあったんじゃないのかい？は？それってどういう意味ですか？どういうもこういうもその通りの意味さ。外から運び込んだんじゃないし、もちろん外で襲われたんでもない。それじゃ黒沢は？私たちが見てたのは毛布をかぶって寝ている姿だけ。つまりさ、黒沢匠は私たちが来る前から死んでたんじゃないかって言ってるんだよ。なんだよそれ。それじゃ十和田さんが黒沢を殺した、じゃない、殺してたっていうのか？ちょ、待ってください。ミオさん、もしも十和田さんが本当に犯人ならすぐにその場から逃げ出すんじゃないですか？それっておかしいですよ。そうだよな。確かにそうだね。どうしてこの子がここへ戻ってきたのかはわからないよ。本当は逃げるつもりだったのかもしれない。でも戻ってこなきゃいけない事情があった。そんな事情なんて。もしかしたら本当に誰かを見ちまったのかもしれないね。たたりと言い張るだけの何かをさ。誰かって誰よ？トアだ。愛する男の死体を見せたくないのはわかるけど、少しだけ確認してもいいかい？ちょっと黒沢の体にかかってる布団取ってみておくれよ。たたりだって言ってるでしょ。そうだね、そうかもしれないね。でもね、確かめておきたいことがあるんだよ。もしもあんたの言う通り黒沢匠が外で襲われたのなら、その体は雨に濡れてるはずなんだ。少なくともズボンの裾は雨や泥でぐちゃぐちゃだろうね。確かめてもいいかい？おいおい。十和田さん。ああ、とんだ名探偵がいたものね。あと少しで平穏な生活を取り戻すことができたのに。園崎さんのおっしゃる通りです。私は
さんがやってくる前に匠くんを殺しました。それじゃ鳥居のところで二人一緒に襲われたっていうのは嘘だったの？ごめんなさい。鳥居のところに行く前から匠くんは死んでいました。私、匠くんのことが大好きでした。大好きだったから殺してしまったんです。おかしいじゃねえか。好きだったんならどうして殺したりしたんだよ。意味わかんねえよ。ひょっとしてそこの恋人はあんたを裏切ったりしたのか？それが許せなかったとか？いいえ、匠くんはそんなことしませんよ。ただ私が匠くんのこと消してあげたかっただけなんです。消して？匠くんとはもう付き合い始めて7年近くになるんです。長いようで短いようで。知り合ったのは大学1年の時でした。なあ、十和田さん、今度の日曜よかったらライブ聞きに来ない？ライブ？そう、ライブ。十和田さん、音楽は好き？うん、少しは。誰のライブなの？俺だよ、俺。決まってるじゃん。ん？俺、バンドやってんだよね。実は曲も自作でさ、なかなかの自信作なんだ。なあ、どうかな？時間があればでいいんだけど。
ないの？私、あんまり音楽わからないけど。いいよ、もちろん。絶対損させないから、約束する。じゃあ、どこでやるのかな？場所を教えてくれる？ああ、これ、チケットとフライヤー。ああ、お金なんていらない。無料でいい。ただ。じゃあ、約束。待ってるからさ。俺さ、大学出たら本気でプロを目指そうと思ってんだよね。プロ？ずっとさ、音楽で飯食っていきたいって思ってんだ。八重がそばにいてくれて、音楽だけやって暮らしていけたら、俺はもう他には何にもいらないなって。だから、決めたんだ。ねえ、たくみくん、もし世界がとっても大変な状況になって、音楽か私かどっちかしか選べないってなったらどうする？え？なんだよそれ。どういう意味？うん、ちょっとね、テレビでそんな話昨日やってたから。大変な状況ってのがどんなのかよくわかんねえけど、もしも音楽か八重かを選べって言われたら、俺は間違いなく八重を選ぶよ。本当に？当然だろ。音楽はなくても生きていけるけど、八重のいない生活は正直想像したくもないからさ。たくみくん。大好き。バカ。俺はお前が俺を思ってるよりももっともっとお前のことが好きだぜ。そんなことないよ。私だって。Thank you.
くみくん、大丈夫？最近、なんだか元気なくない？大丈夫だよ。ここんとこバイトが忙しくて、あんま寝てないんだ。私たち一緒に暮らさない？え？二人で暮らせば生活費も半分で済むし、ちゃんと自炊すればお金だって節約できるよ。その分を音楽活動に使っていけば心配も少しは軽くなると思うから。いいのか？それって八重、お前の。いいの、私がそうしたいだけなんだから。八重、たくみくんは私にできないものを持ってる。私なら目指すどころか思い立つこともできないすごい才能がある。だから私は応援したいの。私一人では絶対見ることのできない世界。あなたのそばで少しでも一緒に見ることができたらダメかな？ダメだなんて。でもきっとかな。大丈夫だよ、私だけは信じてる。だから、たくみくんのことも信じさせて。あなたが今見ている素敵な夢の世界を。いや、八重に迷惑はかけたくないからさ、お互い不満があったらちゃんと口に出して言おうな。うん。八重、俺がメジャーデビューした時きっと隣にいてくれるよな。当然でしょ、私応援してるもん。夢を追ってる匠くんのこと応援してるよ。だって大好きだもん。たくみくんが変わってしまったのは、それから間もなくのことでした。ん？園崎さん？静かに。なんだよ、一体。一体、誰が。あんたたちはここにいな。
って、あんた？ちょっと片付けてくるよ。園崎さん、みゆきちゃん、園崎さん、私も行きます。いいだろう、おいで。あんたたちは一体。龍之介さんたちはここにいてください。そういうわけにはいかないだろう。僕も一緒に行きます。十和田さん、私はここにいます。ここにいたら命を落とすかもしれないよ。はい。目が慣れるまでじっとしてな。音を立てるんじゃないよ。すみません。いいから黙ってな。いるぞ。どこだ。伏せて。まずいね。一気に片付けるしかなさそうだ。すみません。なあに、かえって手間が省けるさ。それより乙部、あんたにお願いしてもいいかい？いいかい？そこのスイッチをつけると境内の電灯がつく。合図をしたらスイッチを入れて全力で走るんだ。走るってどこへ？そっちの藪でもどこでもいいよ。奴らはこっちに撃ってくるはずだ。みんなでチリジリになって逃げるんだよ。
早く逃げるんだよ。龍之介さん、こっち、まっすぐ走って。左二人、一、二、三。気をつけな。どうも。仲間はずいぶん倒れたようだね。命が惜しくない奴だけかかっておいで。 こいつ死ね。あんたたち、一体、何者なんだ？ミオンさん、ソリマチさん。ひとまず、大丈夫。とにかく集会所へ戻ろうぜ。境内の明かりは消しときな。はい。
トーダさん。ダメ、もう助からない。ダメって、これは一体。触らないで。
やっぱりね。でもまさかこんなものを持ち歩いていたなんて。やれやれ、こっちでも死人かい。別にあんたのせいじゃないさ。それがその子の選んだ結末ってことだよ。何がどうなってんのか俺にも分かるように説明してくれよ。残念ですが、ここから救急に連絡できない以上、応急措置も無意味です。この湯飲みから毒物を検出しました。しかもこの反応は即効性の劇薬。もう助からない。それじゃ十和田さんは自殺？私たちが黒服の男たちを追い払いに行った時、彼女は一人残った。彼女、失敗したら自分も死ぬつもりだったのかもしれないですね。この村へ彼と一緒に来るって決めた時から。ですか。あんたたちいつまでぼんやりしてんだい。死体なんかいつまで見てたって一生起きやしないんだよ。とにかく眠れる時に寝ておきな。今夜はもうあいつらは来ないだろうからさ。多分ね。はい。みゆきちゃん。龍之介さん、今は横になってゆっくり眠った方がいいですよ。先に寝てください。私は平気ですから。おやすみなさい、龍之介さん。おやすみ。荒川さん、もう寝ちゃったんですか？ああ、俺はもう寝てんだよ。あの、
それじゃあ電気消しましょうか。どうでもいいよそんなこと。消したきゃ勝手に自分で消せ。あ、いいえ、明かりはつけておいた方がいいと思いますよ。万が一の時のためです。目を閉じていれば同じですから。はい。乙部君ももう寝ましょう。私も寝ますから。おやすみなさい。おやすみなさい。園崎さん、あんたらはまだここで寝てな。どこ行くんですか。ミオンさん、あれ、で、みゆきちゃんは。あの子なら夜が明ける前に出てったよ。出てったってどこへ。さあね、私にはさっぱり。嘘だろ、あんたなんか知ってんじゃねえのかよ。知らないよ、私は私の用事を済ますだけさ。ちょっと待った、あんたはどこ行くんだよ。ちょいとうちに用があるのさ。うちにって決まってるだろ、園崎の本邸だよ。あんたそんなところへ何しに行くんだ。昨夜の黒服の連中、あんたを狙ってきたんだろ。おしゃべりはそれくらいにしておきな。下手な好奇心は猫をも殺すって言うだろ。ちょっと待てよ、俺をこんなところに置いていこうって言うのかよ。それに好奇心も何も、もう巻き込まれてんだからどの道一緒だろうが。それを言うなら僕だって一人でこんなところにいるのなんてごめんですよ。しょうがないね。そんなに待たないよ、さっさと支度しな。どこへ向かってるんですか。さあね、
近道していこうか。こんなところマジで行くんすか？嫌だったらあんたたちは普通の道を行けばいいだろ。分かったよ。あ、待ってください。おい乙女、待てって。冗談じゃない。何寝ぼけたこと言ってんだい。神社からここまでずっと同じ村、雛見沢村だよ。山田の木だのを見てると気がつかなかったけど、家屋を見てるとやっぱ廃村だなって思うよな。あれ？どうした？あ、いえ、古い家ばっかりだと思っていたら、そうじゃないのもあるんですね。おお、すっげえでかい家だな。お金持ちの屋敷って感じですよね。どうしたんだ？いきなり立ち止まったりして。悪かったね、立ち止まったりして。行こう。いいか。お。ここまで来て何言ってんだい。想定の範囲内だろうが、やるしかないんだよ。
ちょっと待てよ。やるって俺たち丸腰じゃねえかよ。っていうか俺、暴力団の構想には興味ありませんから。分かってるさ。この屋敷の中に村の外まで続いてる隠し通路がある。あんたたちはそこを通って逃げるんだ。あいつは化け物だ。化け物？やつら、俺たちまで殺す気かよ。当然だろ。仲間だと思われててもおかしくないからね。でも、どうして？荒川！シノゴの言ってる暇はない。生き延びたき早く行きな。早く門の中へ。隠し通路は井戸の向こうだよ。荒川さん、こっち。園崎さんも早く。後で行く。庭を突っ切ると森がある。そこへ向かってとにかく走るんだ。園崎さん。荒川さん、とにかく行きましょう。あ、わかった。こんな森も園崎家の敷地とは。恐れ入るぜ。こんな森の中を行くんでしょうか。行くんじゃねえの。これってもしかして隠し通路？ここが？どうしたんですか？扉が開いてる。廃村だから開けっぱなしにしてあるんじゃないですか？おい！
本当にここかよ。隠し通路って。でもここを行かないなら、あそこで黒服の人たちに殺されるしかないですよ。そりゃそうだけど。そうだよな。本当にここなんでしょうか。ここしかないって言ったのはお前の方だぜ。そうですけど、やっぱりここってやばいんじゃないでしょうか。とにかくもう少し行ってみようぜ。ミオンさん、後で行くって言ってましたけど、本当に来るんでしょうか。なもん知るかよ。きっと来るって。心配すんな。はい。ミオンさん、一人で大丈夫でしょうか。わかんねえけど、俺たちがあそこにあのままいても足手まといになるだけだろ。それはそうですけど、やっぱり良くなかったんじゃないでしょうか。あそこで僕たちだけ逃げてきたりして。ごちゃごちゃ言うなら戻ればいいだろ。荒川さん、今音がしませんでしたか。音？こんなとこ誰もいるはずねえだろうが。でも確かに。乙部？すみません、僕なんだか苦しくって立ってられないです。おい乙部。もうダメです。おらら。